天童流天正年間日立の国現在の茨城県に生まれた斎藤宝岩伝記坊勝秀によって創始されたものである。伝記坊は北原牧伝の門に入り曹操の術を学び自己の技の技を心に感じ天正九年鶴岡八幡宮に百日の参籠を出し誠の道に語る剣の技を寄せ一流を起こして天竜と称し後に天道流と改め多くの門弟に誠の心と技を伝えた。現在天道流には薙刀術剣術二刀行術二人釜術小太刀三刀術などの技が伝承されている。流儀の特徴は型試合であって型そのものがすなわち人生試合である。今日では17代将軍今木村泰子先生の指導のもと天道流道門愛好家によって新月会を組織して伝統ある流儀の普及発展が図られている。やっI don't know.
第一会場は鹿島神殿直進影流のご演舞でした。続きまして第一会石黒流十術、石黒流十術のご演舞です。石黒流柔術流祖石黒貫斎は江戸末期から明治にかけて少子し戸川浦に駐在し、近代の者にその技を伝授した。石黒流は先人神陽流の源泉たる陽神流および真の神道流のうち後者の技を色濃く残し、さらに流祖取得の技を加えたものである。伝承されている技は数多いが、現在は柔術、剣術、居合、棒術、実験、縄術を主に稽古しています。